感動は親が子に対して親子の縁を起きること。感動はしばしばタブーとされる。特に子が未成年である場合には多くの国々において捨て子の一形態とみなされ違法行為とされる。しかし稀な事例では社会や制度が感動を容認する場合もある。例えばイギリスの政治家であったレオ・アメリーには第二次世界大戦当時、 すでに成人した若者であった二人の息子がおり、そのうちカズトはイギリス軍に加わって戦ったのだが、もう一人の息子、ジョン・アメリーはナチス・ドイツに組みして、出身国イギリス向けの宣言ラジオ放送に従事した。1945年に終戦を迎えた後、ジョン・アメリーは反逆罪で訴追され、処刑されたが、残された父親は、フーズ風に記載されていた自分の経歴の中にあった。 息子二人という記載を息子一人と改めるよう編集部に求め、これを認められた。上代では、勘へ当てる、調査して決定することの意味で用いられたが、中古になると、検築するという日本独自の意味が加わり、近世以降には、親や上位者が会社の絵も切るという意味で用いられた。類義語のキュウリは、親族一同との関係の断絶を言い渡す場合に、用いられる。 なお、江戸時代の感動は、本来、奉行所に届け出て公式に親子関係を立つものだが、公にせず懲戒的な意味を持つ内省感動も行われた。江戸時代においては、親類、五人組、町役人が承認となり作成した感動届書を、名主から奉行所へ提出し、奉行所の許可が出た後に、人別帳から外し、感動帳に記すという手続きを取られ、 人別帳から外されたものは、無宿と呼ばれた。これによって感動された子からは、家督、財産の相続権を剥奪され、また罪を犯した場合でも感動した親、親族などは、連座から外されることになっていた。復縁する場合は、帳付けを無効にすることが、現在の、帳消しの語源となった。ただし、復縁する場合も、同様の手続きを必要としたことから、 感動の宣言のみで実際には奉行所への届け出を出さず、人別帳上は親子のままということもあったという。人別帳に、キュウリと書かれた札をつけることから、札付きの悪という言葉が生まれた。近代以後においても、明治憲法下の旧民法第742条749条、及び、旧戸籍法で古種の意に沿わない、居住、結婚、 養子縁組をした家族に対して古種が、当該家族を離席をした上で復席を拒むことが、できる胸の規定があり、感動の制度が存在した。現在、日本国憲法下の法律で、親子関係を否定する制度はいくつか存在する。普通養子縁組の裁判離縁、着室否認の訴え、親子関係不存在の訴え、血縁関係のない認知の無効請求によって、 戸籍上の親子の縁を切る制度があるが、これらは実の親子関係を断つ制度ではなく、親の意の素はない、居住、結婚、養子縁組という理由で親子の縁を一方的に切ることはできない。実の親子が関係を断つ制度としては、1989年に施行された特別養子縁組による実親子の親族関係終了があるが、特別養子縁組は原則として、 子供が十五歳に達した後はすることができず、また子供のためという制度の趣旨から実親が実子に対して一方的な意向によって法的に親子の縁を切る性格のものではない。そのため現在では感動は言葉のみであり法的な手続きとしては存在しない。実親から実子に対して親子関係に関するペナルティを与えることができるほぼ唯一の制度としては相続排除があるが、 相続排除は認められる要件が限定的でかつハードルが極めて高いため、これも単に親の意に沿わない男児を出生できなかったといった理由のみで認められることはまずなく、特に遺言上での宣告の場合は、非宣告者による家庭裁判所への異議申し立てにより否認されることが多々ある。ありがとうございます。